おはようございます。5月の26日、日曜日になりました。ここの、ヤマトルージュの、圃場に来ております。で、今ちょうどこう後ろを見てると分かると思うんですけれども、トウモロコシとトウモロコシの間こうやって土、掘っております。で、こうやって中耕作業を、定期的というか、ある一定の期間が来ると、やるようにしております。これは白トウモロコシでもヤマトルージュでも同じくやっております。で、ちょっとやり方が、2つ違うので、今回はヤマトルージュをちょっと紹介していこうかなと思います。それではちょっと実際に、ちょっとカメラ切り替えてやっていきます。はじめに機械の紹介だけやっておきますが、実際に走ってる様子もちょっと載せておきます。別で載せて、今いると思うんですけれども、このミニモグ、ミノルさんから出てる EU5 っていうやつですね。このミニモグを使用して、やっております。2馬力だったかな、馬力が。確か。そんな感じだったと思います。すごく、小さいエンジンですが、こういう、しっかり土を掘ることのできる、機械となっております。で、これ軽くて、全然持ち上げて移動させることができます。普通のこう、大きい管理機とかだったら、持ち上げることないんですけれども、持ち上げることができないんですけど、これは、もう人の力でスッと持ち上げて、本当に、15キロぐらいかな、なんかキャリーバッグ持つような形でここを持って、でこれもオプションなのでちょっと別買いなんですけれども、はい。でこれを持って畑に移動して使うというような感じで、でタイヤっていうか、こういう、タイヤっていうのかな、ゴムタイヤじゃなくてこういう鉄のタイヤで、剥き出しのこういう針というか、こうね、あります。こういうのが。で、これが土に刺さるので、まっすぐ走るというような感じで、ちょっとゴロゴロで、こういうね、ゴロゴロした土固まってると、これがうまく刺さらないんで、結構左右がこう、ブレて、まっすぐ走れなかったりするので、しっかりこう土がほぐれたところで刺さるところだったら、もうまっすぐ走るようなものとなっております。で、刃が、こういった、ちょっと見えにくいですが、こういった刃となっております。はい。で、これ逆転とかあるわけじゃなくて、正転だけで回しております。で、ここ土上げて、なるべく土が横に逃げるような形にして、います。で、ここで高さ合わせをして、どれぐらいの深さで掘るかというようなことをやっています。はい。ここ、にいろんななんかアタッチメントつけて筋切ったりするやつもあれば、でここを取って刃の長さ、刃を延長刃みたいなのがあるんで、それを延長したりとかもできますし、結構この機械すごくいろんな用途で使えるなという、使ってみて分かったり、調べたりとか、アタッチメント調べたら、分かったことなんですが、はい、すごく使い勝手のいいものとなっております。で、こういう風にして中古入ってるんですけど、最初の頃はですね、ここ真ん中だけ、一本だけ、一畝に対して一本だけ筋を切ってやっていたんですけど、今見てもらったら分かる通り、2本を走っております。やっぱり、トウモロコシね、根っこがね、中に来るまでの間、これぐらいの大きさだったら、この辺ぐらいまでは、根っこ来ないので、ということで、2回中耕してやっております。で、これ1回だけにすると、ちょっとこの辺のね、やっぱ中耕ってやっぱ土に空気入れたりとか、次の日水、これ雨の前の日とかにやってるんですけど、こうやって固まってると雨が入りにくかったり、こういう地割れのとこしか水入らないので、こうやって全体的に柔らかくしてあげて、真ん中はもう水がすごく浸透するように、するんですね。で、そこの幅を、広げたりとか、それこそ、除草をね、兼ねてやってもいるので、こうやって雑草をね、すくっていうのも、幅広くやった方が、ここが広い方が、次が楽ということで、やっております。はい。で、この1回目が終わった後、ある程度大きくなって、ギリギリ管理機が入れるか入れなくなった時に、ここの、2本走ったらここ山できるんですけど、この山の真ん中を走って、言うたら最後ここがこう筋、溝になってやるような感じとなっております。
まあそんな感じで筋を切って、はい、やっております。はい、大和ルージュの畑なんですけれども、この中耕したところね、結構いい感じに結果が出たんじゃないのかなと思います。株元だったりこの肩はね、雑草が生えてるんですが、この中耕したところは割とこう雑草の生えも少なく、まあ、たまにこうやって生えてはいるますが、気にならない程度かなと思います。まあ、ブルーシアかけて生えてる雑草は弱らすというような感じかなと思っております。まあ、他のこの畝はですね、ゲザノンゴールドを植えたてにゲザノンゴールド散布してますので、雑草の生えもちょっと生えてきたかな、ちょっと中耕やり時かなと思いますが、まあまあ、はい、今週ね天気いいんでどっか時間見つけてやっておきます。まあまあいい感じに雑草抑えられております。